腹ペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択題名は畠山、第32回を始めさせていただきます。前回は関東の北条家と開戦、初戦を勝利で飾り、さらなる合戦に突入するところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。はい、合戦8部隊対8部隊やっていきましょう。もうこっちも兵糧ないからね、これが最後の戦いですね。さあ、ただ相手の兵力がさっきとは違って雲泥の差ですからね、ここは力攻めで十分倒せるでしょう。はい、開戦です。しかもさっきと違って名称が少ないですからね。あ、伊達春宗とかでも、まあでも、まあ、国中の部隊が2部隊もいますからね、これを早めに倒すことができればというところですね。ご命令を待っておりますと。王将我らが手に。要所はわしが制する。いいよいいよ、いかがしましょう。先へと向かう。畠山さんが少ないからちょっと気をつけなきゃいけないですね。4000しかいないですからね。はい、木下秀吉の鉄砲戦車が入った。失ってはなりません。いいよ、この国衆はすぐに撤退するでしょうね。真ん中の要所を抑えられたから、こちら信玄に向かわせましょう。騎馬突撃が出ましたね。では柴田勝家でこちら要所を落としに行きましょう。畠山さんのサポートに動きましょう。はい、壊滅。我が先方の前には物の数ではないわ。芦名盛氏もいるのか。はい、よいしょ、制圧。そしたら体力回復させて向かわせましょう。松平元康とね、入れ替わっていきましょう。これでどうやって攻撃になるの。松平元康を下げましょう。はい、よいしょ、制圧。このまま制圧をかけていきましょう。攻撃して仕掛けていきましょう。では信長で抑えましょう。畠山さんでこちら軒口を狙っていきましょう。ん、里見がいたのか。ダメだダメだ、高台を抑えないと。よしよしよし、柴田さんがこれでまた強くなってくれますね。はい、芦名盛氏も撤退。そしたら柴田さんは下がりましょう。里見がいるからね、まだ射撃はね、残しとかないといけないですね。あれ、家康下げる、まあ撤退したからいいけど、家康下げる指示してたはずなのにな。はは、運を進めよ、行くぞ。風林火山ですね。もう追い打ちっていうのはこのことですね。その音に聞け。すぐにでも動けますぞ。はこちらをん、高台まで向かわせましょう。浅井長政を撤退です。はい、里見さん撤退。はい、よいしょ、制圧。すぐにでも動けます。やばいやばい、ここを制圧されたのは。お指図を下され。で、柴田隊も敵の軒口を狙っていきましょう。敵の退路を潰す。
で、これで軒口破壊を成功させれば、これで軒口破壊も成功させれば、指図をお待ちする。もう終わりですね。は、奪われぬよう急げ。いいんじゃない、軒口破壊ももう成功ですね。はい、これにて優勢勝利。威風強発生、それからの威風中発生ということでね、北条の関東支配に大きな痛手を与えましたね。いいんじゃない、威風中発生。ここでの威風は届くよ。よし、3つかな、城は。なんだそりゃなんだそりゃって言ってるよ。2つの城か、ちょっと少ないですね。ただもう兵糧がないので、ちょっと一旦撤退ですね。城へと引き返します。次なる手はいかに。お市場を守りましょう。策の仕掛けで兵糧がない部隊、お指図をください。撤退です。で、小田原攻めをしたい。稲葉一徹、お願いまする。小田原に向かいましょう。遅れずついてまいれ。で、神原城から雪高も小田原を攻めましょう。今がチャンスですからね。城を落としてこようぞ。で、掛川城からは韮山城、引間城、明智さんも韮山城。奪ってくれよ。で、二俣城からも韮山城。出陣する。これでどうよ、どう動く。お指図を下され。お指示を攻める敵はもういないと。次なる手はいかに。そしたら一旦全軍撤退ですね。策の仕掛けどころぞ。で、お市場は二打詰め所いらない米問屋を建てていきましょう。お任せくだされ。で、川越城、米問屋を建てていきましょう。こちらに自社建設していきましょう。承知しましたぞ。で、士官を受け入れていきましょう。朝倉さんね。あとは青田さん。神明を落としてお使いします。とりあえずこんなところかな。城下改築は米問屋は絶対必要でしょう。何言ってんですか。とりあえずこんなところかな。で、あとは神保さんとか出してもな、今更だよな。土井さんも出していきましょう。唐沢山8400もいるのか。古賀御所、武将八番森永義、古賀御所、柴田さんも古賀御所で、あと信州の兵力も動かしましょう、はい、木曽福島で岩槻ですか。飯田城からも岩槻。いざ出陣。まあでもな、まあ小田原狙ってるからな。お指図を頂戴したく、敵の防衛をズタズタにするためにも必要ですね。で、上原城は津久井城、あの城をいただきに行こうか。戸石城も滝山城で、小諸海北さんは津久井、あの城をいただきに行こうか。で、岩戸の津久井、お指図を頂戴したく。とりあえずこんなところかな。大浦ためのものを出したいところだから出しちゃおうか。4000で唐沢山、城攻めですか。
不破さんも唐沢山、あと一軍欲しいな。長篠城から唐沢山、よし、これでいいんじゃないか。動かせる軍で津久井、滝山、小田原、ニラ山とれ、広範囲に向かって進軍してますよ。大規模徴兵が実施されるのが本当困るよな。小田原はなんとか落としたいんだよな、この機会に。沼田城は委任にしていきましょう。で、箕輪城は進軍だな。で、こちらも委任と。で、こちらは攻撃指示、酒井さん。で、八方は米問屋を建てれば、あとは委任でいいでしょう。なんとか小田原落としたい。城攻めを始めよう。この城を攻め落とすぞ。小田原は強行で落としていきましょう。よろしいですか。お、幸福正樹さん、結構優秀な方だったよな。ちょっと武将情報見てみましょう。あー、でも統率59か。でも知略68、なんとか城主には5年の城主にしときましょうかね。恩に来ます。いいよ、津久井城制圧。そしたら津久井城に向かっていた軍勢をそのまま玉縄に向かわせましょう。そうすることでね、小田原のね前にね壁を作ることができますからね。名所再建、エナ神社やっていきましょう。心得ました。で、軍開発やっていきましょう。いや、なかなかいい戦いなんじゃないか、一気に。で、あとね、またね、威風を発生させる戦いをね、宇都宮とかね、古河御所あたりぐらいで、まあ遊騎場とかこのあたりぐらいでできれば、関東を完全にね北条から奪還することができますからね。で、今こそチャンスだよ、動いてくれよ南部さん。話があるとのこと。上杉さん、どうぞ始めよう。そしたら待機してる磯の隊、土地王城に突っ込ませましょう。これでかなり北条の戦力をズタズタにできますからね。いやー、いいんじゃないか、これはいけるんじゃないか。遠い岐阜の力もね今進軍してますからね。あー、安城城の遠藤さん、遠藤さんちょっと進軍させたいな。津久井城まで進軍させとこう。吉田城、竹中半兵衛、進路変更でしょうか。津久井城、みんなついてまいれ。とりあえずこんなところかな、出せる部隊は。今度こそ出せる部隊は全部出しただろう。で、あとはさっきね進軍した畠山たちが兵力を回復したらまたね進軍指示すればいいですね。それでは論功行賞やっていきましょう。こちらを。で、あとはこちらですね、川越城や押城、この辺りに人を入れるということも含めて本拠地移転をねそろそろしようかなと思いますね。飯田城ぐらいがちょうどいいかな。ただ高遠、飯田城だと織田信忠出撃してますよね。信忠はどこにいる？ここにいますね。
今の岩槻城だと、岩槻じゃない、岩村城だと、忍城と川越城入ってるかな？多分入ってないと思うんだよな。本拠地移転で、こちら、川越城が入ってないですね。だから、飯田城にちょっと移って、で、それで、まあ、関東だけ奪えば、あとはいいので、高遠まで一気に行っちゃうか？飯田城ぐらいであれば、高遠まで行っちゃうっていうのも手ですね。そうすると関東のほぼほぼ、まあ、7割ぐらいは入りますかね。飯田城だと半分ぐらいしか関東入らないですからね。今後もちょっとね、戦いを続けるのであれば、高遠城でも飯田城ぐらいでいいかな。結局ね、高遠まで行くとね、伊勢の方面とかね、あと金ヶ崎がね、外れちゃうんですよね。まあ、でも高遠かな。関東の、7割ぐらい抑えられるし、高遠に移りましょう。金銭収支が悪化するのか、飯田城でも悪化はする。そしたらちょっとずつ動いてもいいですね。飯田城にしましょう。で、こちらですね。信忠はそのまま向かってますね。舞台情報で飯田城所属になってますね。で、岩村城は誰にお任せするかですが、お任せしたいような人がいないな。あ、稲葉さんにお任せするか、池田恒興かな。池田恒興にお任せしましょう。このことぞ。え、なんでよ。で、忍城にはお市の方にする。真田信忠だな。ありがたき幸せ。で、あと川越城、川越城は、ああ、下方さんいいけど知略が足りなすぎるな。下方さんにして、で、知略高い方で足軽大将、ああ正幸いいですね。というか、正幸は早めに出世させたいんだけどな。正幸今どこにいるんだっけ。あ、つつじヶ崎か。なるほどね。信玄ね。信玄また出撃してもいいですね。ただまあ、また出撃は当然させるんだけど、下方さんは、ああ、佐久保太郎。いやー、ちょっとなー。本田正信がいますね。本田正信つけましょうかね。うん、これでいいでしょう。で、あと任命代官は出陣中のため、ああそうか、飯田城が出撃してるから代官任じることができないのか。結構厳しいな。あー、これは移転させたのは失敗だったか。そしたら軍開発とりあえずしていきましょう。ああ、もう全部炭か。そうするとこれ以上兵力が増すことはないんだな。浄化施設も連兵場があとは増築できるぐらいか。早速始めまする。で、川越城は米問屋を建てていきましょう。早速始めまする。で、忍城も米問屋を建てていきましょう。成し遂げてみせまする。で、八方は米問屋だけど労力が足りないと。ちょっと失敗したら、信忠の軍を一旦撤退させるか。早々に戻るぞ。で、兵力を蓄えたら飯田城から出しましょうかね。では進めていきましょう。津久井城を攻める敵はいないと。津久井城方面に向かってるのは、こちら竹中半兵衛と、あとは遠藤直常、この2部隊かな。
進路変更でしょうか。そしたら進路変更でそのまま滝山城を狙いましょう。心攻め一応念のため見ときましょう。津久井城はもういないよね。で滝山向かっているといいんじゃないの。でそしたら信忠もそのまま行かせるか。岩槻城向かせよう。落としてみせる。で出撃できる部隊はもう出撃しちゃおう。いかがしましょう。あとイフまた起こそうかなと思ってたんですけどね。いやでもイフ起こすための戦いにするか。うん、信忠は一旦撤退だな、やっぱり。で、イフを起こす戦いをしないといけないですね。では進めていきましょう。いかがだったでしょうか。順調に北条家の領土を切り崩していく畠山義綱。このまま関東を陥れることはできるんでしょうか。しかし北条も南東北にも兵を持っているということもあって、なかなか一筋縄ではいかないと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。